脱中国が加速。日本国内に戻せ。日立の英断に称賛の嵐。こんにちは。ネックス工業の未来です。本日もご視聴いただきありがとうございます。動画が良ければ、いいね、チャンネル登録をお願いいたします。今回は日本企業の脱中国、そして国内回帰の動きが強まっていることにフォーカスしていきます。今、日本企業が次々と生産拠点の国内回帰を行っています。中国は1980年代中盤以降、安い労働力を武器に世界中から製品の製造拠点を誘致し、メイドインチャイナの製品が世界中で販売されるようになりました。その結果、中国は世界の工場として重要な地位を占めるに至りました。しかし近年は中国に製造拠点を構えることによるリスク、いわゆるチャイナリスクが大きく取り上げられ、企業も脱中国を進めています。特に日本企業の脱中国の動きは早く、多くの日本企業も脱中国の動きを見せています。今回は日立の脱中国の動きを例に、なぜ脱中国の動きを企業が行っているのかについてお話ししていきます。この動画の最後では、脱中国の動きに対する世の中の反応についても紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。日立グループで空調部門を展開する日立ジョンソンコントロールズ空調が、生産拠点を中国から国内回帰しています。国内向けエアコンの国内生産比率は現状で約 30% ですが、2024年には約半分に引き上げる計画で、栃木県に新たな製造ラインを新設しました。6から8月のエアコン最需要期の安定供給を目指し、シェアを拡大する目標があります。中国で生産した場合、注文を受けてから1ヶ月程度かかりますが、国内であれば5、6日で供給可能で、納品までのサイクルを早めてビジネスチャンスを確実にするという考えです。日立としては中国製造の安さよりも安定供給の実現を優先したといえます。こうした日本企業の脱中国の動きは日立に限らず、パナソニックやダイキンなどでも見られ、各社国内の製造ラインの増強を行っています。中国で生産するメリットが薄れ、逆にリスクが大きくなっていることから、国内回帰の動きはさらに強まるという声もあり、産業界の大きなトピックスとなっています。ここからはなぜ脱中国の動きが広がっているのか、という点を解説します。まずは製造コストの増加です。そもそも中国に製造拠点を構える理由は安い労働力を用いて、製造コストを抑えるためです。しかし近年、経済成長が著しい中国では人件費の高騰が顕著になっており、製造コストを抑えることは難しくなっています。どこで物を生産するのが有利なのかを示す指標の一つに、ユニットレーバーコスト、ULC と呼ばれるものがあります。これは一単位生産するために必要な労働コストを示しているのですが、すでに中国全体の ULC は日本と拮抗しており、沿岸部に限定すれば日本よりも高くなっています。さらに分かりやすいのが平均賃金です。中国の国家統計局によると、中国が世界貿易機関 WTO に加盟した2001年当時、中国人の平均賃金は同時期における米国の平均賃金の30分の1でした。しかし21年のデータによると、中国の平均賃金は約214万円で、米国の平均賃金の約4分の1程度にまで上昇しています。これだとまだまだ中国の方が安いと言えるかもしれませんが、20年でこれだけ上昇したということを考えれば、凄まじいペースで中国の人件費が上昇していることを示します。このまま中国の人件費が上昇していくと、製造拠点としてのコスト面での価値がなくなることは明白なのです。次に、政治的リスクの高まりです。中国は国力を増すとともに、国際社会に対して強気な態度を取るようになっています。尖閣問題や先端半導体などで日本と対立することも多く、日本製品の不買運動や反日デモなどが発生することもあります。
特に台湾有事の可能性はロシアによるウクライナ侵攻によって高まっているという指摘もあります。中国は歴史的に一つの中国を掲げ、台湾の併合を目標としており、台湾海峡を挟んでの睨み合いが続く状況です。台湾有事が現実のものとなった場合、ビジネスを継続することは難しく、中国で製造した製品が出荷できないことが想定されます。これは製造業にとっては大打撃です。その他、中国政府による情報統制や人権侵害なども問題視されており、中国でのビジネスには不透明感や倫理的な問題があります。近年はアメリカと中国の関係悪化の影響で貿易戦争と呼ばれるような対立に発展しています。そのため企業としては、より安定した政治社会環境を持つ国に製造拠点を移す動きにつながっています。最後にサプライチェーンの安定性の強化です。新型コロナウイルスの感染拡大により、中国政府がロックダウン政策を実施したことで、日本企業の生産物流が停止したり遅延したりする事態が発生しました。製造業は生産された部品を仕入れて、それを組み立てて製品化するスタイルがほとんどで、全てを一社で完結できるわけではありません。そのため、中国政府がロックダウンのような政策を打ち出すと、たちまち製造現場では部品が届かないから製造できないということになってしまいます。新型コロナウイルスによるロックダウンはサプライチェーンの脆弱性を浮き彫りにするものとなり、中国に拠点を集中させることのリスクが高まりました。日本企業には国内や東南アジアなどに製造拠点を移すことで、サプライチェーンの多元化や強化を図る動きがあります。現在はロックダウン政策が解除されたこともあり、製造現場は落ち着きを取り戻していますが、一つの場所に製造拠点を集中させることのリスクを教訓として残しています。前述の通り、日立は栃木県に新たな空調生産ラインを設置し、製品の国内到達時間を3週間短縮しました。空調の分野ではパナソニックでも国内回帰の動きが報道されています。パナソニックは滋賀県草津市の工場などに100億円を投じて生産ラインを増強、中国で製造している一部の国内向けエアコンの生産を国内工場に移す考えです。一時的に日本で製造するというわけではなく、長期的な目線で見た時に日本で製造することのメリットが大きいという経営判断が垣間見えます。最後に日立の国内回帰の動きについて世の中の反応をご紹介します。人件費も高くなってきていたり、急にロックダウンされたりと、計画を立てても実行できない状況だとこういう流れは加速するでしょうね。こういう国内回帰してる企業はちゃんと日本人が応援していかないとね。日本人が真面目に作ったものは製品の性能と安心感が違うんだからさ、いろんな製品が日本回帰してくれるといいな。長期的に見て日本の人件費が中国よりも安くなる見通しからの還流化と収益性が上がる動きなので、株主視点ではいいことと思います。地産地消いいですね。自宅のエアコン買い替え時期なので日立にします。このように日本国内では国内回帰の動きを歓迎する声が目立ちます。雇用と経済という面でも、消費者の安心感という意味でも、メイドインジャパンの製品が復活するというのは非常に嬉しいものです。消費者としても企業が国内で製造を続けられるように、しっかり考えて製品を選択することが重要になりそうです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると幸いです。そしてこの動画が良かったらグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんの応援が励みになります。また X と LINE でも発信をしております。リンクは動画の概要欄に貼っています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。